武田塾公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教授の中尾です。この動画をご覧の皆さんはグッドボタン、チャンネルでお願いいたします。はい、ということで今回も引き続き藤井先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回紹介したソリューションの最新テーマ編なんですが、GC の中身見つつ使い方とかをお話ししていこうという形になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最新テーマ編ってことなんで、どんなテーマが実際出てるのか、ソリューション1の方のですね、目次の方をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、最初がもう太陽光エネルギーっていう話で、やっぱりこれもなんとなく何の話かは見たことある人もいるでしょうけど、具体的には知らない人も多いかなって。近年スポットが当たってるものなんですよね。再生可能エネルギーの中でもやはり太陽光エネルギー実際使ってますし、エネルギー源でも一番注目を浴びている話題なんですよ。全部のページにコラムが同じテーマのものが入ってるんですね。そうですね、はい、大学受験の合格を目指しつつも、本当は文を読むことっていうのは世界が広がって教養がね深まってものすごい楽しいことなんだよっていうことのサポートとしてもコラムをつけました。で、実際の使い方なんですけれども、まずは普通に時間計って解くっていうのがいいんですかね。そうですね、長文によりますけど、だいたい20分から最長で30分ぐらい時間を決めてまず解くことですね。なるほど。で、解いてみて、回答解説をしっかり読み込むと、その時にやはり構文振ったりとか、分かんない単語を覚えたりとかっていうのもやった方がいいってこと。まず回答解説を読んで、問題を解けてるか解けないかっていうところが第一確認ですよね、英語ができない子たちがほとんどここで終わっちゃってるんですよ。で、僕に言わせればその後の方がはるかに重要なんですね、何かというと、その問題としてスポットが当たったところ以外にも重要なところがたくさんあるので、構文使いのところを見ながら、細かい不定詞の用法、それから it が何を指しているかとか、この that の役割は何かとか、もう全て記載してますんで、それを全訳と照らし合わせながらしっかり追っていくってことですね。どれが S でどれが V かっていういわゆる構文把握です。それをまずやってほしいと。で、その後に語彙リストとか、あるいはそこに載ってないやつでも分かんない単語があったら覚えると。そうです、単語熟語長文の中で覚えるってことも絶対に必要なので、やはり分からない単語はもう何度も見るなり確認するなりして覚えてほしいということです。なるほど。長文をもうしっかり読みこなして自分のものにしたってなったら、仕上げに音読をするってことですね。そうです、そうです。音読を10回と、でこれもですね、音読のやり方が分かりませんという質問も来るんですが、ほとんどの子たちがこの手前の構文把握と単語熟語の暗記を飛ばしちゃってるんですよ。で、この状態で音読すると僕だって全然できないんですね、ところが手前の構文把握と単語熟語の暗記を完璧にやったら、もう驚くほどスムーズに音読ができるようになるので、必ずこの最初の2ステップを抜かさないでください。最初の 1,2 回は結構きついかもしれませんけど、それをやっぱり10回繰り返すと、10回目はかなりねスムーズに読めるようになるので、やはり10回繰り返すことが重要になります。ということでですね、これが全部で1冊につき10台。そうです。3冊あれば30台、30テーマを抑えられる。このレベルごとにテーマは被ってないんですか？多少は被ってますね。例えばプラスチックゴミの話題なんてのものすごい出るんで、複数のレベルで出してます。あるいは人工知能とかもそうですよね。で、ただ人工知能においてもいろんな種類の人工知能があるので、それもかなり多岐にわたって取り上げてます。ということはやはりその全部のレベルやったら、同じようなテーマだったとしても違う切り口だったりとかっていう。そうですね、もちろん長文自体は違いますんで、単純にテーマを抑えられるだけじゃなくて、構文把握とかもできるし、音読でしっかり使いこなせる長文もできるという形で使っていただきたいということですね。直前期の長文の一冊としてですね、非常に使いやすい本だと思いますので、興味持った方はぜひお手に取ってもらえればと思います。藤井先生も何か一言でお願いします。ソリューション最新テーマ編を使って必ず音読10回をしてね、自分の人生を変えてみてください。はい、ありがとうございます。今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン。詳細は概要欄をご覧ください。